こんにちは。こんにちは。毎週金曜日、14時から、1時間お届けしています、クリエイターズの MC の、放送作家高山です。ウィキアイドルマイチューです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マイチューさん、今日は僕がちょっと東京に行っちゃって、はい、すいません。はい、お土産待ってます。はい、いや、この前東京行ったでしょ。バタバタでしたよ。その話聞こうと思ってさ。ああ。そう。入れ違いみたいな。そう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 。で、先週どうでした？東京の。東京、約1年ぶりぐらいだったんですよ。なんか、めちゃくちゃ、でもなんか、めっちゃ人が来てくれて。で、あと、なんか6年ぶりぐらいに共演するアイドルさんとか、なんだろう、6年前とかにはよく割と一緒にライブさせていただいてたアイドルさんとも共演して、で、そこの太田さんとも久しぶりに会ったりとかして、めちゃくちゃ久しぶりに会えた人がたくさんありました。そうだね。もうだ、久しぶりさんの東京遠征だったから、人マジでいっぱい来てくれた。嘘。どのぐらい来たの？いや、何人だったんだろう。覚えてないけど。マジで、まあね、こうな、懐かしかったら行くよ。行きますか。久々ってなったら行く行く。行きますか。あ、でも大成功だったんだね。すげえ。なんかなんか物販がすごいめちゃくちゃ並んでて、なんか列がすごい外まで行っちゃって、後から知ったんですけど、後からツイッター見て知ったんですけど、なんか列外まで並んでたらしいです。マジで？すげえ。すごいね、本当に。すごいね。いや、本当にね、こうやってね、まあコロナもまあそこそこね、落ち着いたし、こう、みんな、やっぱりね、溜まってた分がね、発散する瞬間だよね、それ。旅行と一緒、旅行と。いや、でも本当に、ね、もう、そろそろね、もうマスク疲れてきたな。苦しいよね。暑いよ。で、ほら、テレビでさ、こう歩いてるときは、まあ少しね、熱中症に気をつけながら、距離あれば外してください。だけどね、東京ではね、歩いてるときはみんなマスクしてる。そうよ。どこもそうよ。日本人って、ちょっとやっぱ真面目だね。いやどうでしょう。本当に。そうでしょうね。ほら、海外とかのさ、今、映画祭とか見るとさ、みんなつけてないんだよ、もう。アメリカのメジャーリーグですらさ、つけてないんだよ、観客が。怖いね。怖いね。怖いなって思っちゃうな。でもやっぱりあれなんだよね。感覚の違いだよね。そうなんだよな。そう、あっちでほら、マスクしてると、なんだっけ。お、大病を患ってる人みたい。そうそう。風邪ごときではしないみたいよ。そうなの？マスクをしないみたい。
だから本当に伝染病を持ってる人が感覚で見られるらしい、コロナ前は。あ、コロナ前は。うん。今はね、してても、まあもうさすがに何も言われなくなって世の中だと思うけど、ね。日本人も多分、なんて言うんだろう、エチケットみたいな。でしょうね。だからコロナ前も風邪ひいてたら周りの人にうつしちゃいけないからっていう理由で多分つけてただろうし、うん、そうだよ、今もあとはあれだよね、うん、みんな今も今はもうね、今はマジで誰がかかっててもそうおかしくないから、つけてなきゃ怖いよねっていう。そうだね。でもね、さすがに、うん、ね、体育の時とかさ、辛いね。そう、しなくていいと思うんだよね。まあ、それで体調崩す人もいるしね。だってさ、今、僕が通ってるスポーツジムとかもマスクして走れって言うんだよ。ほら。ルームランナーで、マスクしながら、俺ボクサーかって一瞬思ったこともあるしね。それは辛いね。でも本当に今の季節って、普通に室内とかでも熱中症かかるから、うん、かかる、ね、え、この間職場に出たんですよ、うん、熱中症が。そうだから怖いなと思って。いや、暑いとね、やっぱね、こう、クーラーも限度があるしね。そうなんですよね。ちなみに今日沖縄暑いの？お天気お姉さんのまいちゅうさん、いかがですか？今日の沖縄、じゃあ那覇市。はい。那覇市のお天気。今日何日だ？ 20 日？ 20 日ですね。ああ。現在とかも今日ずっと雨ですね。あ、今ずっと雨なの？沖縄。ずっと雨降って、昨日の夜ぐらいから雨降り始めて、今雨。雨。東京はこんな感じでございます。曇り。あ、降ってはないんですね。曇りです。へぇ。今日ね、実は、あれなんですよ。日テレの近くに来てたもので、まあ、あそこ行こうかなと思ってたの。OBP のカフェに。汐留ですか？そう。汐留すぐそこだから。そこからお届けしようと思ったらね、夜からだった。そうなんですよ。そうですよ。そう。いいな、行きたいな。そこをね、お昼ね、カフェって聞いてたからさ、マジで下調べしないでさ、よし、これ毎日びっくりさせようと思って。なんでみたいな。うん、で、ね、金川さんに、マネージャーさんに相談したら、夕方からなんですっつって。そうだったんですか、うん、って。ね、そこからお届けしたらびっくりしたかなと思って。そりゃそう。羨ましい。いえいえ。まぁ、あ、ちょっとね、まぁ、あ、夕方、まぁ、あ、どっかのタイミングで残っておけたらいいけど、忙しいなと、夕方も。行ってみたいんだよね。そう、OBP の、ね、マネージャーさんから、行ってくださいっつって。一回だけ。ね、あ、一回行ったの？毎週は。一回だけ一時間、僕だけの。一時間で。ああいうね、コンカフェがね、沖縄にもあったらいいよね。うん。コンセプトがちゃんとしっかりしたカフェがあると。そうだ。毎週はちなみにどういう、カフェがあるといい？うん、よくはさ、東京にはさ、断層カフェとかあったりするわけじゃん。コンセプトカフェ、いわゆるコンカフェ、どういうやつがあったら全員マッチョだらけの、あ、やば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 、これなんか筋肉食堂かな、どっかあるんだよ東京に。そうなんだ。全員マッチョのお兄さんたちが接客してくれる。あ、すごい。みんなタンクトップだから、制服は。なんかね、こういうのあったら面白そうみたいな。何がいいんだろう。ね、なんか、動物好き、いや、よくね、最近はほら、
フクロウカフェとかもあったりするわけじゃん。なんかそういうところどっか行ってみたいところってある？動物のあるところ。猫カフェとかあるじゃん。ウサギカフェ。ウサギってあったかな沖縄。なさそう。なんか最近ウサギとかさ、子豚を飼う人増えたよね。そうなの？子豚。飼えるんだよ、ペットで。子豚って、うん。普通に、違うんですよ。普通に、飼う用ですよね。うん、誰が食べるようや。飼う用だよ、飼う用。怖いじゃない。沖縄の人わかんないじゃないですか。ヤギのことを言ってるのかな、まいちゅうさんは。おそうだね。僕も実際、やんばるで、ね、おばあちゃんちかな。飼ってた時、まあ、餌をやってたヤギが、急にいなくなって鍋になってたっていうね、思い出がありますけど。そう。そう、子豚ちゃんだから。うさぎカフェね。あ、でもそういうのあるといいね。うさぎとかね。ちなみにあんのかな沖縄に。うさぎカフェ。聞いたことない。沖縄じゃなくて。聞いたことないよね。ほら、多分、ね、まあすいません、お昼からですけど、ね、あの、大きい方もね、そんな臭くないし、うさぎちゃんは。ポロポロしてるでしょ。そう、コロコロですからね。そう。だから、ほら。飼いたくなっちゃう。うさぎ？うさぎは、どういう、品種って難しいけど、なんだろう。色？黒とか白とかってあるじゃん。はいはい。まあ、基本的に黒白だよね。茶色かな？あとは。茶色。うん。そうみたいな。白。うん。茶色のちょっとウサギは可愛いかな。可愛い。目に耐えてる。そう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 。ああ。飼えないからウサギカフェみたいなってやってね。めっちゃ。戯れるって。めっちゃいっぱい。あるのかな？あるのかな？沖縄。なるほど。そう。あるのかな、猫調べてみる。猫ある、猫ある。犬はあるじゃん。猫犬。うん。うん。で、フクロウもあるじゃん。フクロウって今やってるのかな、なんか、なくなってて。なるほどね。なさそうですね。うさぎカフェ。沖縄。猫カフェあるんだよね。有名な。何個かね。東京は、うさぎカフェ、うさぴぎ。ペンギンがいるダイニングが。あ、プチクカフェ。ハリネズミ。あ、でも、ハリネズミもあるよね。マイちゃん、ハリネズミ持ってる？持ったことない。持ったい、でも。ちょっとチクッとするけど、そんなに痛くはないかな。ねえ。かわいいよ。めっちゃ。皆さんもね、何か飼いたいね、動物とかいるのかな？飼ってみたい動物ってある？マイチュウは。やっぱウサギ？ウサギ。でも、作っていけるウサギ。一緒に暮らしたい。一択ウサギ一択。ウサギ一択。マジでウサギ一択。でも俺はやっぱりね、ミニシバが欲しいな、今。ミニシバ犬欲しいな。なんか、昔飼ってたことがあってね。トイプードルを。プードルじゃない。プードルかな？うん、あの、高校生。もうだから10年ちょっと前ぐらいだな。ああ、かわいいよね、犬って。朝さ、自分の部屋に入ってきてんだよ、俺の。うん。寝てるところに。夏場とかクーラー効いてるからさ、暑いんじゃない？うん。扉閉めてんのにさ、無理くり頭でグッグッって開けてさ、入ってくるんですよ。賢いうん。だけどさ、こっちはさ、寝てる時に来るでしょ？朝起きたらさ、ドーンって壁にぶつかってさ、そうそうそう。いや、知らないとさ、踏んじゃうじゃん。
怖いね、確かに。踏んじゃったことがあってさ、めっちゃ噛まれたもん。そんなんね。いや、あの、ゆっくり来ないでくれ。だったら最初からいてくれ、みたいな。でも、それからも一緒に寝ることにはね、やっぱ、なったよ。あ、そうそうそう。いや、犬はね、こう、足音だけでさ、帰ってきたっつってさ、玄関まで走って迎えてくれるんですよ。そうだよね。なんか、わかるらしいですね、飼い主の。うん。そう。足音とか、車の音、うん、ああ、車。そうそうそう。戻ってきたっつって。子供みたい。なんか、普通に人間の。いや、本当に本当に。で、階段とか上がる音で、すげえいつも玄関で待ってくれるの可愛いよね。うさぎ待ってくれるかな、アイチュー。あ、微妙。微妙だな。うさぎ、なんか、すごい猫寄りな気がする。なんか気まぐれというか。あー、なるほどね。自分の時間が欲しいよね。多分猫ちゃん。あ、ね、犬、うさぎはね。多分。うさぎっていう言葉がラビットって言いそうだったよ。本当にこうね、やっぱりペットをね、飼うっていうことはやっぱこう命の大切さとかね、いろいろめっちゃ学ぶよ、本当に。でも大変だよね。もう、ワンちゃんなんてさ、トイレ教えたと思ったらなんかその辺でしたりさ、嘘だろみたいな。てか。嘘だろみたいな。カーペットですんなやみたいな。わー、大変だな。出席しないといけないもんな。そうだね。で、朝起きたらさ、俺の、あの、布団で小便してたりとかさ。あーっつって。全身入れてけば、うん。いや、なんか多分ね、そう、寝るときにね。まあでも本当に東京もさ、今日ちょっと涼しいんですけど、まあもう夏だよね。そうですか。暑いって、まあちょうどいいかな、涼しい。半袖で。うん、この前行ってどうだった？寒かった？なんか寒いって聞いてたんで、私も。うんうんうん、冬みたいな格好で行ったんですよ。うんうんうん。なんかすごい暑い暑いって言ってたわ。ああ、暑かった。あとちょくちょく雨降ってた。そうなんだ。雨、そうだね、雨降ってたら、ああ、そっか、雨降ってたら寒いしね、ちょっと。でもなんか寒いってあんまならなかった。なるほどね。今年の夏、もう今も夏にね、向けて、こう、沖縄もね、気温がぐん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 上がってきてるんだけど、まあ紫外線もね、増えてますけど、夏の目標ってある？まず。夏の目標。夏になんかやってみたいこと。やってみたいこと？まあでもこの前ね、話したのはね、バーベキューをしましょうって言うて。うん。バーベキューライブをね、今年はやりましょうよ。うん。行きたい。なんか、夏、俺だけはちょっとやってみたいみたい。流しそうめん。流しそうめん。あれ何？竹から作ってみる？ねえ。でもずっと言ってるんだよね、私、流しそうめん。ほんと？ほら、リスナーさんとファンにもさ、ほら、宮崎の方いらっしゃるじゃん。送ってもらおう。竹を。竹？沖縄では竹取れないからな。大変だな。竹取れる？やるとしたらどこでやる？どこでやるとは？いわゆる場所。沖縄だったら、流しそうめん。竹ほらいっぱい長いわけだ。どこでもいいけどな。川とか。川来ましたか？沖縄川ってありましたっけ？わからん。
楽しそうだね。長崎さんもいいっすね。そうだな、どこだろうな。沖縄、海でやるのもね、ちょっとね、風が強そうだよ。あの流れ速くなりそう。めっちゃ速そう。ビュン。ビュン。やったことないね。流しそうめんってさ、沖縄の人ってあんまりやらないよね、多分。やらない。うん。だから夏の風物詩って言ったら、ほら、なんか流しそうめんってなんかちょっとね、テレビとかでよく言うけど、うん、沖縄であんまりやった記憶がないんだよね、流しそうめん。スイカとかじゃない？スイカ割り？うん。スイカ割りな、小学生以来やってないな。で、スイカ、でも沖縄ほら、スイカのね、泣き人のスイカが美味しいですから。泣き人村って言えばもうスイカですよ。そうなんだ。そう。スイカがいっぱい取れますから。ね、今聞いてる方で、ファンのね、リスナーの皆さん、あの、スイカを買いに行くんだったらもう泣き人に行ってください。これだけはおすすめです。他に何かあるかな。夏といえば何？毎週の中で。夏といえば。果物は夏といえばほらスイカでしょ。そうね。夏といえばの野菜って何？野菜。夏野菜？うん。ねえ、なんだろう。夏野菜はほら沖縄でいうとゴーヤーが。あは、ゴーヤーね。あとゴーヤーがあったか。ナスとかかな。ナス。なんかピーマンとかもイメージあるけどね。めっちゃトマトのイメージあった。ああ、トマトはもうトマト、まあ、トマトだね。トマト、トマト。食べれないけど、トマトのイメージ。俺も食べれない。おじさん、俺も食べれない。ねえ。ちょっとトマトだけは丸かじりできないっす。そうなんですよね。夏といえば、まあ、スイカもそうなんです。夏といえばの遊びってない？沖縄の子ってさ、そう、離島行くとさ、ほら、橋から男の子はさ、飛び降りたりするんですよ、海に。はいはいはい、危険な行為ね。危険な行為ですけどね、俺もよくやってましたよ。危ない、ね、で浅いのかさ、浅いのか深いのかがよくわからんからさ、怖い、危険だよ。でも、橋の上からよくやってましたね、5、6メートルぐらい。今やったらね、絶対ダメだもんね。注意されちゃうやつだよね。そうだね。普通に。多分、ちっちゃい頃だったから、ほら、体重もまだ軽いからさ、そこまで下までドーンって行かなかったんだけど、うん、今大人になったらさ、まあ下まで行くよね。やめなさい、大人の頭だから。やりたいなぁ。やりたいなぁ。やらないで。はい、子供だけの特権にします。でもあれ、多分男の子がよくやるんだよね。うん、そりゃそう。で、女の子はさ、夏の遊びって何してるの？でもプールとか海とか行ってた。あー、プールね。多分プールは、ちなみにマイチューがちっちゃい頃どこ行ってる？小さい頃だったら、よくカヌちゃんに行ってた。あ、カヌちゃん夏となんか冬にカヌちゃん行ってたっていうか。すごい。プール、プール。プールいいね。飛んでた、プール。マジで。俺はどこだろう。僕が小学校の時は、波の上にレジャープールっていうのがあってさ。波の上レジャープールっていう。聞いたことある？あの、あ、ね、流れるこうスライダーとかあったよ。はあ、はあはあ、滑り台とか。今はないんですか？今もうない。ほら、ゴルフ場になってる。そんなゴルフで、ゴルフ場なんて、あれだよ。今は、あれですよ。なんだ、サンドイッチの、お店。本当に波の上レジャープールっていうのがあって。
あ、サブウェイ？サブウェイ、そうそう、サブウェイになってる今。あは？あっちね。あの辺、あっちにできたんで、あっちにあったんだよ。こういう、青いウォータースライダーみたいなやつ。流れるプールとかもあってさ。そうなの。そう。変わるね。多分あれはね、バブルの時にできたものでしょう。うん。景気が良かった時にできたやつだよ。なるほどな。変わっていくもんですね。変わっていくもんです。でも、そうだね。夏の遊びはね、こう、釣りも男の子はよく行ってたな。今も行くんだろうな。ああ、釣りやりたいな。釣り。じゃあ釣りやってみたい。うん。釣りしたい。釣り。じゃあ、ね、ずっとね、店長がね、行こう行こう、釣りに行こうって言ってたもんね。うん。新芽で店長が。マグロ釣りに行きましょう、マグロ。やばマグロ釣りたい。でっかい魚釣りますよ。釣りましょうよ。マイチューさん。マグロってどうやって釣るんですか？いや、マグロは一本釣りっていう人もいれば、まあ、俺たちには釣れない魚っすよ。もうでけえよ、マグロって。わかるけど。一本釣りとか網？うん。なのかな、そう、網とかに引っかかったりするって言ってたよ。へえ、そういうもんなの。でも本当にやっぱ基本的にはこれじゃない？これで取れる。太いやつね、太いやつね。取れますね。うん、まあでも本当、行きましょう。釣りに。行きます。釣りって。行きましょう。はい。さあでも、今はそろそろなのかな。はい。ね、あの、曲、そう、はい、曲ですね。はい。ユドルの曲を一曲聴いていただくコーナーです。そうだね。スタジオにいないからね、分かりづらいんだよね。はい。で、ここでユキアイドルの曲を聴いていただきたいと思います。はい、それでは聴いてください。ユキアイドルでハイタッチ。
が君のそばにいる約束。後半戦。後半戦でございます。間に合いましたね。いや、間に合いました、間に合いました。充電器買ってきました。これ持ったところで、もう今日の一日終わりですからね。もう充電切れちゃうと。いろんな人と連絡が取れなくなっちゃうから。なんでそんなギリギリで生きてるんですか。違う違う違う。80あったっつってた。いやいやいや。ズーム強えよ、電池。最近なんかアップデートしてから電池の消費量がめっちゃ速くなっちゃってさ。これ多分もう古いのかな、俺のスマホが。iPhone ちゃんが。ありそう。ありそうだね。うん。iPhone めっちゃ充電減るの早い。早いよね。そう、なるべく、うん、このゼロにして刺したりとか、うんうん、パーセントで刺したりとか、うんうんうん、100% になるまで待って抜くとかしてたけど、うん、なんかそうもいかない時ってまあまああるじゃないですか、うん、ある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 。もうそれを繰り返すことによってもうなかなかもうできなくなっちゃって最近、うん、早い減りが早いよね。本当にね。こうなんかね、だからガラケーの時ってさ、全然減らないからさ、うん、2日ぐらい持ったよね。そうね。
でも iPhone とかも買いたての時とかは2日ぐらい持ちません、うん、ああそうだっけ。私は持ってたまあまあ持つかも。1日半ぐらい。そうなんだ。そんな持ったか。あね、買いたての時はねやっぱね新品だしもうバッテリーがねまだ生きてるからね、うん、そうもう今の iPhone は2年半ぐらい使ってるから。私何年使ったかな。なかなか使えるよね。使える。なんか、うん、前の携帯もなんか別に買えなくていいかなと思ってたけど、うんうんうん、なんで変えたんだっけな。なんで変え、あ、SE が出るってなって、私。うん。の iPhone SE がちっちゃいやつ。うん、うん。で、ちょっと欲しかったんだけど、買い替え時じゃなくて。うん。で、次、また SE、なんか2世代みたいな。世代。うんうん、第2世代みたいなやつが出るってなって、でしかも私 iPhone7 とか8ぐらいの大きさが良くて、うん、でその SE 第2世代もこの7ぐらいの大きさってなって、それに惹かれて、うん、じゃあこれを大きかったんだ。ずっと 出てたのが多分。なるほどね。携帯が今さすげえでかい携帯もいっぱいあるじゃん、うん、スマホ大きいのやだんだ。手のひらサイズじゃねえよぐらい。うんうんうん。縦に長い。そう、こうポケットに入らないもん。男の人はポケットに入るか入らないかっていうところもあるんじゃないかな。うん。今嫌なんだよな。でもほら、なんかね、スマホの普及率っていうか世界でいうとアンドロイドが多いっていうのね。え？そう。そうなの。iPhone よりもアンドロイドの方が。市場的には、日本ぐらいじゃない？ iPhone が多いのって。そうなの？そうって聞いた。へえ。ちなみにね、リスナーの皆さんはね、どっちなんでしょうかね。iPhone か、Android か。Android か。そう。まあマイチューさんと僕は iPhone ですからね。iPhone で。iPhone。いやもう本当今。アンドロイド使ってって言われたら絶対使えないんだよね。ほら、こう おばちゃんたちとかさ、アンドロイドで教えてとかって言うけど、ちょっと難しいんだよね。ちょっと違いますよね。うんうん。なんか、もともとは私もアンドロイド使ってたんで、うんうん。うんうん、なんか、iPhone になった時にめっちゃむずいってなった。最初はだけど。いやね、もう、ほら、5G になるとかさ。ね、あ言われてますけど、そう、4G、5G ってなってますけどね。うん、あ、以前聞いたかな、マイジューさん、この G っていうのは何だと思います？わかんない。さあ、問題です、マイジューさん。この G は何の G でしょう？わかんない。G って何？ 5G の G。5G。そう、リスナーさんも 5G の G は何でしょう。マイチューに教えて、あげて。教えてください。こう、あの、やさときさんがアンドロイド派で、逆に iPhone 難しいらしいです。ああ、やっぱ、アンドロイド。アンドロイド使ってる人 iPhone むずいよ。やっぱむずいんだ。ね、単純かなってすごく思ってたんだけどね、iPhone は。そうかな。ほら、つけて消して、つけて消してみたいな、iPhone って。うん。でもね、iPhone はね、機能が多すぎる。隠し機能みたいなのが多すぎる。あ、でも有能じゃないですか。うんうん。そうそうそう。すごくね、有能だと思う。あかりちゃんがジェネレーションって言ってる。そうです。あかりちゃん正解。ジェネレーションって何です？時代。え、どういうこと？世代かな？世代。ジェネレーション。ジェネレーション、世代。間違えました。今、英和辞書を切り替えてる。英和辞書。そうそうそう。世代かな？世代。5世代。
6世代とかってよく言うでしょ。4世代。同時代の人にと。何それ。ある思想、行動などを共にする同時代の人にと。世代。一世代。一世代、そう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 。え、全然わかんない。だから何みたいな。ほら、5G は5世代目の電波。あ、そういうこと？そうそうそう、5世代。だから 6G とか 7G とかはどん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 出ていく。なんだろ、へーだよ。意外と地味だった。地味でしょ、地味でしょ。もっとかっこいいのかなみたいな、あの光のさ、速さみたいな。うん。とかだと思ったけど、全然そういうもんではないです。ちゃうんかい。ちゃうんです。ちゃうんかい。もう、単純な世代っていう、ジェネレーションっていうだけです。ちゃうんかい。ちゃうんかい。なんかちょっとその、言い方、いいですね。ちゃうんかい。ちゃうんかい。あの、メールが届いてるそうです。はいはい。読んでいただけるそうです。あ、お願いします。お願いします。メールが届いてますね。チャービラサイ、はじめまして。先ほどマスクの話ありましたね。沖縄の有名な歯医者さんが、コロナはマスクの前に何を置いても舌ブラシを30秒するだけで良、うん、いと。マスクはいらないとは言いませんが、あ、ごめんなさい、私は2年前からその舌ブラシを実践、30秒実践されているそうです。普通に買い物も行きます。マスクはいらないとは言いませんが、 今頃野外ではしなくて良いとか世界基準でも、今対応が遅すぎます。未就学児童に脳の発達の影響あると思いますということで。いや、本当そうですね。もうありがとうございます、チャービラサイさん。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、こう、子供たちが今はね、ずっとマスクするのってかわいそうだなって思う、俺も。絶対気苦しいもんな。外でさ、なんか元気いっぱい遊んでほしいのにさ、マスクでさ、うん、疲れたとかですぐさ、俺、いとこの子供と遊んでるときめっちゃ言われるもん。マスクしてるからだよ、しなくていいよ、外だよ。俺と二人きりで遊んでんのに走って、ね、サッカーしてんのにさ、マスクしなくていいよっつって。少しでも遊びたいいとこのお兄ちゃん。なんか顔も覚えにくいですもんね。そうなんだよね。で、気づかない時あるじゃん、マスクしてたら。女性とか。まあ、男性もそうかもしれないけどね。目元だけで分かんないってことですか？そう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 。目元だけで分かんない人いるよ。本当に？本当に？分かるかな。俺とかも多分メガネと髪型で多分みんな分かる。分かりそうだけど。そうだね。マイチも分かるかな、やっぱり。私分かると思う。そうそう。で、やっぱね、マスクが、本当はマスクしたくない派だからさ、俺は。ね、マスクになれると、でもマスク取るのいいやんってな。苦しいけど。女子はさ、そう、女子はさ、ほら、化粧してないとかってさ、めっちゃ助かるっていうやつがいるけどさ。あー、それもある。でしょ？うん。あと、まあまあ、なんか、コンプレックス、目の下あたりから。目もそうだけど、うん、なんかこっち 顔の大きさバレなくて済むから。そういうこと。マスクね。でも可愛いマスクとか増えたよね。はい、この間マイネルのマスクを買いました。お、買いました、マイネルの、うん、はい。でもさ、なんか使い捨てじゃん、マスクって。そうだよ。でもさ、なんかそう、マイメロとかどんどんなくなっていくじゃん。はい。さ、あらゆるマスクとかもうね、一時期ほらマスクがなかった時はすごくあった、うん、
あった。ありました。みんなマイムルーティンに投票してる？あ、そうだそうだ。そう、それをね、聞こうと思ってたんだ。そう、あと4日だよ。4日。じゃあ、マイチューさん、この思いを。こっちにも書いとこう。マイチューさん、その思いを今お伝えください。現在サンリオキャラクター大賞を開催してます。あと4日、4日？あと4日で締め切りです。速報、1、中間速報みたいなやつが、1個だけ上がって、5位になりました。でも、クロミちゃんに負けてるので、クロミちゃんだけには負けたくないので、ちょっと、お願い。お願い。お願いします。よろしくね。皆さんの、ね、力でマイメロを上に上げさせてください。はい、1日1回投票できるんだっけ？1日1回できます。マイチもこれ欠かさず朝起きてやってんの？うん、あの朝起きてではないけど1日1回なるべく毎日やるようにしてます。はい、じゃあ俺もあとで入れましょう。はい、お願いします。一旦 CM です。そろそろ？終盤戦でございます。うん、早いですね。いや、早いですね、本当に。もう俺ちょっとね、外だったからさ、風とかね、大丈夫だったかなと思って、皆さんにね、ちょっと迷惑かけてないかなと思って。なんか途中、犬いました。嘘。なんかキュルキュル言ってた。マジで？犬かな？犬いた？犬かなと思った。うん、いや東京には野良犬そんなにいねえな。いないか。うん、いないね。さあ、マイチェさん。まあ、残りも少ないんですけど、今日も早いんですが、告知を。はい、告知させていただきます。5月の22日、日曜日、今週日曜日です。に、琉球アイドル×カンナギラビッツ、ツーマンライブがあります。はじめましてなんですが、関西から、カンナギラビッツさんっていうアイドルさんが来て、多分ワンマンの前にリュードルとツーマンしてくださるみたいです。が日曜日にあります。場所はサイバーボックスさんで、時間が1時開場、1時半開演
となっておりまして、ゆずるの出番が1時半からです。はい、OBP さんもこの日にイベント、自主イベントがあるらしいんですが、回せるので、回せるので、向こう行く方、ここにも来てください、ぜひ。なるほどね。リュードル来てから OBP コーンです。あ、そうです、そうです。回せるんで、全然。はい、回せるって言うんだ。回せるって言うんですよ。回せるので、ぜひよろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。はい。そして、来週の土日も、最大5本。うん。土日でライブが、5本目決まりそうなので、ちょっと、5本ぐらいライブあるので、ツイッター見といてください。よろしくお願いします。皆さん見てください。はい。そして、6月の1週目、宮崎行きます。あ、宮崎行くの？宮崎行きます。行きます。じゃあ、竹林でちょっと竹取ってきてください。あ、了解です。了解です。マジでマジで。折りたたみ式にして、持って帰ってくる。もうあっちで作って折りたたみ式にして持ってきてきますね、うんうん、じゃあマジで、じゃあ買い取りますおおやったね やってくれたら買い取りますよ舞中さんやったそう宮崎で、ワンマンするのでへえすごいそうなんですよ宮崎でやる。そうなんですよ。初上陸？宮崎は。いや、割と何度か行かせていただいてるので、新体制でも3回目 ?2、3回目 ?3 回目ぐらいかな。なるほどね。割と、割と行ってるね。させて、そう、いただいてるので。で、ワンマンも2回目なんですけど、はい。なるほどね。宮崎か、すごくね、俺、少年自然の家、少年自然の船で行った以来だな。宮崎ですか？そう。なんか学校とかでもプライベートとかでも宮崎に行ったことがなくて。ねえ、俺もあんまりないんだよね、宮崎は。できます。なんか、そう、近いようで福岡の方が近かったりするじゃん。まあ、確かにね。飛行機の便が全然ないんですよね。少ないんだよね、宮崎。そうなのよ。だから絶対月曜帰りとかになっちゃう、うん、あそうだね月曜帰りだねだって土日やってさ多分夕方とかなかったりするよねはい朝うん朝そうよかったまあでも本当にねこうやってねいっぱいコロナコロナ禍っていうのもちょっとおかしいけどねいろいろもライブできるっていうことは本当すごい幸せで皆さんもね本当リュードルのライブでいろいろと楽しんでいただけたらと思いますよ、今年ね10周年もいろいろと僕もバーベキューがしたいっていうだけだけどねなるほどバーベキューライブしたいからはいあれで、あと、今年の9月の2週目の週末に、私の生誕あります。あ、そうですね。9月ですからね、舞中さんは。生誕も、お願いします。でもなんか9月来るとさ、ちょっともう1年終わるかなってなるから、俺自分の誕生日来るの嫌だ。まあね、年取るのだし。嫌だよね。レベルアップ、レベルアップ、レベルアップ、アップ。レベルアップ。そうですね。てぶゆきさんが、そういえば、ハンギョドンのイントネーション、問題解決されたんですか？してないかも。私はハンギョドンだと思ってるけど。何それハンギョドン、ハンギョドン、ハンギョドン、わかんないけど、っていう、サンリオのキャラクターがいるんですよ。ああ、なるほど、ね。のイントネーションがみんなわかんなくて、それで揉めたんですよ。ハンギョドン？ハンギョドン。ハンギョドン。ハンギョドンでしょ。ハンギョドンでしょ。わかんない。ハンギョドン。調べますね、じゃあ。はい。難しいな。アクセントあるのかな？ハンギョドン。ハンギョドンだと思ってない。ハンギョドンなのかな？ハンギョドン。ハンギョドンだと思ってない。ハンギョ人。ハンギョ人は、ハンギョ人でしょ。ハンギョ人。ハンギョ人でしょ。ハンギョドンも一緒だね。ハンギョドンなの。ハンギョドン。ハンギョドン。わからん。やめよう。それで、
ムクリップン使ってしまうわ。半魚丼でね。まあね、今週もね、すいませんね。今週ごめんなさい、皆さん。ちょっと出張で東京に行っちゃったんですけど。ねえ、お土産待ってます、マジで。はい。もう、まいちゅうさん、お土産で許してください。うん、お願いします。何が東京のお土産がいい？考えておきます、僕が。美味しいの、美味しいの。美味しいの。美味しいのね。あの、東京バナナだけはやめてください。うん。あれ普通すぎるやん。バナナ食べれる。あとサブでしようか。おお、嬉しい。マジか。うん。なるほどね。まあちょっとなんか考えて買ってきまーす。はーい、お願いします。まあ、サンディオペールランド行ってこうかな。え、いいの？いや、遠いからいいよ。投票してください。はい、皆さんじゃあ最後のお願いで投票してください。はーい、お願いします。We'll be right back.